こんにちは、皆さん。私は、元山口組顧問弁護士で、YouTuber の山内幸男です。今日は、バブルと経済役だ。後藤忠正組長の人生というテーマでお送りいたします。経済役だという言葉、最近は聞きませんが、 この言葉が意味するところは、あの、バブルの時代に、株や土地の高騰、その波に乗って大きなお,かお金を稼いだ極度のことを指すんですが、突き詰めて言いますと、三人の人物のことを言っております。一人は二代目稲川海、石井高政 会長、二人目は山口組若い者頭匠勝組長そして三人目が、えー、後藤忠正、まあ、若い者頭補佐執行部に入りましたがこの三人のことを指しているんですねこのバブルっていうのはまあ皆さんよくご存知の通り、えー、ニューヨークのプラザホテルで G5 先進5カ国 増争あるいは中,中央銀行総裁会議が開かれてアメリカの財政赤字まあ経済赤字を救うためにみんなで為替介入をしようという合意をしたプラザ合意ですね。あれによって日本と西ドイツが狙われたんですがえー、あの円安から強引な円高に持っていかれる。 故に日本、日本の国としてはもう内需を拡大して、えー、外需に頼らない。要するに、経済を活性化させるという方針を取らざるを得なかったんですね。金融を緩和し、低金利政策を取って、各金融機関にはもう金を貸し出すということを奨励しました。その結果、そのお金がどこ行ったかいったら、株式に投資され、そして何と言っても、 不動産がもう冒頭続けましたね。あんなことはもう二度と起こらんでしょうね。そんな中で、えー、名前を、が登場したのが、この三人ですね。質問。後藤組長は、バブルで不動産や株投資でも知られている。芸能界にも強いとされる。バブル経済の中、後藤組長はどのようにして力をつけたのですか まあ、バブルという意味で言いますと、ゴルフ場開発、もうか回、地上げ、まあ、あの、闇金あ、あるいは事件紙みたいなことの、実は、余人棒なんですよね。あの、自分がお金出して、えー、その土地の回転売買をしているというんではなくって、実際は、後藤組の名前を使いたいバブルの投資家たちの、お 用心棒をやったり、場合によっては、あの、交渉をやって、ま、前に立ったりしたという、要するに力を売っていたというのが実態ですね。ただ、あの、後藤さんの場合は、日本航空の株ですね、これ、個人株主の筆頭株主になっていた時があるんですよ。あれが、まあ、ま、 ご自分で買い集めたのか、あるいは名前を使わせたのか、ちょっとそこのところはよくわからないんですが、あのー、日本航空の株の個人筆頭株主になったという経歴はございます。でも基本的には、えぇ、ー、用心棒ですね。そして傘下に、いわゆるフロント企業とか企業社税とか言われる不動産を扱っている人たちがもうたくさん群がっておりました。後藤組の名前を使いたいがゆえにですね。 これはみさんでも同じでしたけどね。質問。バブルというのは、不動産や金融への投資が大きなお金になった時代。後藤組長は芸能界でも知られた存在と言われている。バブルの時代では芸能界でも大きなお金になったのでしょうかえー、後藤組はですね、昔からあの、 芸能界に強いと言われております。今でもですね、あの、芸能界のプロダクションと関わり、実は結構あるんですよね、後藤組さんは。もともと、富士宮で、あの、工業なんかを売ったりしておりまして、で、有名な組長の誕生会のパーティーにね、あの、著名な芸能人が参加したという事件もございましたけれども、芸能界には、あの、強い、 組ですね、工業もよく売った組でもお金という意味では、うん、そんなもの全然ダメですけどねそれはもう、えー、バブル経済の中の大きな土地転がしとかあるいは不動産を占拠するとかですねゴールジョー開発に首突っ込むとかいう方がはるかにでっかいですよ芸能界のそんなあの工業みたいなも小さなもんですよ半分趣味みたいなもんじゃないですかね。うん 質問、後藤組と芸能界といえばある意味、映画監督の伊丹十三さんを襲ったことでも知られている。山市高層などでも、功労があり、武闘派として有名な後藤組。ちょっと、伊丹さん、芸能界となると違和感があるが。関東、特に東京において、日本一怖い暴力団は後藤組だと言われた時期があるんですよ。それは伊丹、 監督を襲撃した後ですね、凶暴な暴力団と言われた。ただ、後藤さん自身はもう、小さい時から力を信奉する人で、あの人も武闘派ですよ。力で生きてきた人間なんです。で、この伊丹監督を襲った理由なんですが、あの映画、もちろん私も見ておりますけれども、あの映画のヤクザの描き方が、 あ他の映画とは全く異質なんですよ。まあ、あの他のヤクザ映画、実力もの。ええー、いずれにしてもヤクザが出てくる、そういう映像作品の中で、あの映画だけはもう完全にあの小馬鹿にしているんですね。ヤクザっていうのは凶暴な連中のような扱いをしているんですね。それを手玉に取る。このあの女,女性主人公という形で描いているんですが。 あの作品の中に描かれた役だってのは今まで見たこともない描かれ方。まあ、後藤さん自身も本の中で言ってますけども、あれを見ても気分悪くならない極道はいないだろうと。だから、あ襲撃したのはようやったとわしは思ったねなんて言ってましたね。えー、まあ、あの、黙っていることができなくて若い人が言ったということですね。 質問後藤組長は著作もあり映画好きでも知られているご自身で映画を撮っているほどですヤクザの中ではとても珍しいタイプですね後藤組長はあのヤクザを辞めてからも地元の袴田地検の、まあ、無罪を、えー、支援して袴田地検の映画を作っておりますねそして ご自身の人生、これはまあ、あの、ブライという映画で、えー、2年ほど前の公開になるんですかね、えー。結構お金かけて作った映画のようですけど、そういう映画のお制作にも関与していますね。まあ、ブライもちろん私も見ましたが、あの、後藤さんのキャラクターはね、 僕よよよ。よ、く出てて。いいるうううに思んんでですすあ,ああいう感じののキャラクターの方ですよ父さんって僕も何度か会っておりますけども、うん、あのただ、えー、小さい時から辞めてカンボジアに行くまでの話を描いてるんで非常に長い話が、えー、ポツリポツリポツリとあのエピソードが出てくるというんでちょっと本読んでないと分かりにくいかもしれませんね。 質問、後藤組長の本拠地は静岡県富士宮市です。静岡県は稲川海など関東のテリトリーとも見られます。どうして後藤組長は関西が中心の山口組と縁を持ったのでしょうか後藤さんは富士の宮の方なんですよ静岡県なんですよど、それであの富士の宮といえばもう稲川海、極東系。 の極道がだいえい、ー、幅期化しておるんですよ。だから本来ならばね、地元のそういう極道に縁を持つのが普通なんですけども、後藤さんとしてはそんなところではね、頭打ちになって、えー、大した人生を送れないと思って、とにかく山口組っていうのはもう侵略、侵略、すごい勢いがあったんですよね。で、あのー、 第一地頂上作戦でも唯一その解散もしないで、ほいでよその土地へ侵略していってはそこの縄張り取とってここが俺の陣地だというすっごい勢いがあったんですよ、田岡さんという人はね。それをもちろん後藤さんもずっとこうまあ、あの聞いてて知っていて、同じ入るなら全国へ侵略していくね。ああいうでかい組がいいというふうに後藤さんが思ったんですよ。地元の組で小さくまとまりたくないという、そういう思いから、

一時は抗争になるのかとも言われた。そのいきさつはどういうものですか後藤組長は平成二十年に除籍処分を受けました。その理由は定例会などに病気を理由で欠席していながら自分の誕生日のその祝いを兼ねた ゴルフ、コンペア、誕生パーティー。これを非常に盛大にやったということが、週刊新潮で報じられて、まあ、それはけしからんということになったんですけどね。そういうに参加している芸能人がまたすごいですよね。細川隆史さん、小林明、角川博松原信江さんかなという、そうそうたるう芸能人が、 参加しておったわけですそれをまあ,あ、執行部が知りまして、ええー、まあ、けしからんということになったんですね。それと、やっぱり、あの方は、重たいんですよ、それは執行部から見たら。そして、あの、日用品の、 販売についてもクレームをつけたと、まあ僕は聞いておるんですけどね、後藤さんがね、そんなことはやめとけみたいなことを言ったという、こうタブーに触れたみたいなことになるわけですけどね。そんなこともあって、できたらもうご引き取り願いたいというふうに思ったんでしょうね。たったそれだけのことで除籍するのかと。 思わなくもないです。もう大変な、あの、功績のある方ですんでね、後藤さんといえば、年バリューもすごいですし、えー、でもやっぱり、えー、高山岡頭としては、組織をスッキリするために、えー、まあ、退席願いたいと思う人だったんでしょうね。質問、一時は後藤組長と。 六代目山口組が一触即発とも言われた。しかし、後藤組長は最後、除籍を受け入れました。一般的には、後目の組長を立てて継承するのですが、後藤組長の場合は、拉致組、東友会、という二人の直参を出しました。これは後藤組長の力、重さによるものを、六代目山口組が受け入れたという意味になるのでしょうか えー、除籍という処分にすると聞いた時はもう日本中というかまあ国道関係その数に詳しい人たち私も含めましてびっくりしましたね処分するとなるとこれはえらいことになるかもしれんなと皆が心配したと思いますね警察なんかも後藤組は納得しないんじゃないかと。 構想になるんではないかということを半ば期待しながら、ええー、片栖を飲んで、皆が見守りました。そら、あのー、六代目執行部側も、そらもう、もうどう出るかということはもう、あのー、すごく、身構えて、えー、腹をく,くっていたと思いますよ。ところが、後藤さんとしては結局は、まあ、思うところがあったんでしょうね。除籍の処分を受け入れると。 いう連絡をして名古屋に行きましたね。えー、そしてまあ、あのー、六代目側もう、もうほっとしと安心というところです。その代わり、ご、あの、後藤さんの提案として、えー、二つの組、拉致さんと塚本さんですね、拉致組と東遊会、この二つの組を、直参にしてほしいということを申し出まして、えー、六代目側も、快く、 受け入れました。まあ普通、あの、二つも、お、組がね、えー、直参になるということは普通はないんですけども、それはまああの、後藤さんの、お、大きな、ああ、のー、功績、メンバリュー流、そしてまた、今回の処分をね、結局受け入れてくれたことに対する、やはり、えー、気持ちも込めて、えー、すんなりと二つの組を、 質問、五代目山口組、渡辺組長から六代目山口組、司忍組長に代わるとき、後藤組長の貢献が多々あったとも聞きますが、それが除籍というのも、という話が当時ありましたかあの、後藤さんは、 六代目ができるときにもね、あの、だいぶ六代目作りに協力をしているんですよ。あの、静岡勢としてね、浜松の、ま、滝沢さんなんかも含めて、えー、五代目に、ま、インドを渡すということですね。それでだいぶ協力しているんですが、それでま、出来上がって、ある意味、あの、恩義のある、六代目から恩義のある人ではあるんですけれども、やっぱりそれ以上に、えー、重たいということの方が、やっぱり、えー えー、大きかったんでしょうね。やっぱり組織をスッキリするためには、あの、うできるもんならば引退してもらえるのがありがたいというぐらいの人だと思いますね。うん、うん、あの力を後藤さんも尽くしたことは間違いありません。質問、最後、後藤組長の引退直後、いろいろと話したそうですが、どんなことが話題になったのでしょうか ヤヤククザザへの未練、ヤクザ人生について私はあのー、山口組のおじきさんの皆さんが辞める時最後の手続きをする人間なんですね、あのーえー、山口組にある会社の持ち分を買い取って回るんですけども、えー、その時はもう私一人で行くケースがいくつもあるんですが後藤さんの時も私一人で東京へ行きました。港区の南アザの南 ある喫茶店で、後藤さんにお会いしましたですね。あ <laughs> い久しぶりやな先生と言ってくれましたけどね。い、どうですかって聞いたら、いやあ、すっきりしとるよ。いやもう本当に、ああ、すっきりしてるよ。うん、大丈夫よ。ああ、もう、さっぱりしてるって言って、本当に、すがすがしい、あのー、表情でしたね。で、私、手続きのために、何かしかの、お金とか、持って行って、書類にサインしてもらったりするんですけども、 処理にサインあもう快くしてくれましたしお金はちょっと何やこれ言ってましたけどね <laughs> あの人いっぱいお金持ってるからそんなもうてもしょうがないみたいな感じでしたけども私を持って帰るわけにもいきませんし置いてきましたけどね本当にねすっきりした感じでしたよ私がお会いした時はもう、まあ、本当にすぐ吹っ切れたんじゃないですかはい今日はこれぐらいにしたいと思いますあの質問のある方はどうぞお寄せください それから、私のチャンネルに興味のある方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。並びに、いいねボタンもよろしくお願いします。ありがとうございました。